せーの、デスエンドリクエスト2をプレイしよう。はい、パチ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 。はいはいはい、というわけで、あなたの心にイルハート。はい、あなたの蜃気楼イマジナリーです。はい、今回はね、ゲームにさらに詳しくなるためにデスエンドリクエスト2をプレイしていこうという企画になっております。おー、いやー、まあね、あの、うん、こう見えてもね、うん、イルハート実は前作をね、うん、原作者のケドウイン先生と一緒にねやってますから。お、すごい。もうね、その何、スーパーテクニシャンプレイをですね、あの、うん、見せつけてね、スーパープレイをねやっていきたいと思います。おー、私もちょっとだけやったんだけど、うん、うまく実況プレイできるかなってすごい不安だから、うんうん、イルハートちゃんが隣にいてくれて本当に心強いよ。やっぱ、まあね、まあ、イルハート先輩だしね。いや、でもね、もうドーンとね、ドーンと構えてね、一緒に楽しくプレイをしていきましょう。うん。ただね、あの、うん、このゲームね、ちょっとね、なんか時々、要所要所でなんか、ちょっとね、怖い感じのシーンがあるので、うんうん、そこはね、ちょっとドキドキするポイントではありますな。うん、大丈夫だよ、うん、そのために私がいるんだから、うん、一緒に楽しくプレイしていこう。優しい、優しさの塊、ありがとう。よし、じゃあね、このイマジナリーシップという大船に乗った気持ちでね、頑張っていくぞ。おー、せーの、大好き。はい、ね、まずゲームを始める前に軽くゲームの説明をしますと、今回実況するデスエンドリクエスト2は2018年4月に発売したデスエンドリクエストの続編にあたる作品で、今回はね、新たな主人公マイと新たな舞台リズ・ショアラで行われる物語になります。はい、あらすじとしては、父親殺しのマイの受け入れ先は呪われた町リズ・ショアラにある女子寮ワーズワースと決まった。そこには唯一の希望、生き別れの妹サナエも暮らしているという。入寮してすぐにマイは妹を探し出そうとするが、誰もそんな子は知らないという。不可解な事件ばかりが起こる毎日に正気を失いそうになったマイは、ポケットに入った一つの USB を希望に、水無し新たな PC と呪い、ハッキングの力を使い、リズ・シュワラの調査を始める。そしてそれは、新しい、絶望のロンドの始まりでもあった。日が暮れて失踪した天才プログラマー水無し新た。20人以上の少女たちが織りなす死の悲劇。信仰が咲き誇る。エルストレイン、それをバルボスはいつも見てる。あー、怖いよー。でもさすがイルハートちゃん、上手に読めててすごいね。あ、ほんと。いや、まあまあ、そうでもあるかも。まあ、ともかくね、ともかくね、より詳細はデスエンドリクエスト2のホームページにて、冒頭30分動画やプレイ動画もあるので、ぜひ見てみてくださいとのことです。よろしくお願いします。はい、それではデスエンドリクエスト2実況プレイやっていこうと思います。はい、ね、これは一番最初のステージかな。そうだ、ね、夜のところでいきたいと思います。おお、BGM が怖い。そうだ、待って。リーナは、どっちに行ったんだろう。ねえ、やだ、もうやだ、もうやだ。大丈夫だよ。まだ平気だよ。キヤーって言ってる。姫、うん、まだ大丈夫だよ。なんなのよ、たく。昼とはまるで別世界。ずいぶんと気分が悪いわね。昼よりだいぶ暗いね。リーナはこんなものが…なになになに、なんかだった。ねえ、なんか鳴ってるんだが、もやもや、なに、早く探しましょう、その方に。うわぁ、
なんなの？大丈夫？うんうんうん、びっくりした。大丈夫？うんうん。これセーブポイントか。よし。うんうんうん。まだいっかな。よし。反対かな？反対？反対かも。キモいんだ。キモいんだ。え？こっち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 。左かな？あ、全然違った。下の方って書いてある。こっち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 。そうだね。あ、走ってる。あ、なかった。早いね。お、いや。うん、あれは PC が…パソコン何なのかしら。なになになに、これ調べていいやつだよね、きっと。調べていいやつだね。攻撃しちゃった。あ、よし、調べるわね。お、あれはすごいわね。お、なになに、肉眼では道なんてなかったのに。機能かな。このカメラは積極的に利用した方が良さそうね。これを使うと隠し通路が見えるってことだね。あ、ここ？あ、偽物。じゃあここ通れるってこと？あ、すごい。待って。バレる。これ映画で見たことある。おお。はい。ああ。本当？キモいんだ。クモの足みたいだねこれ。モヤモヤしてるね。あ、なんかある。お、空箱だ。体力、回復、ヤグ。戦うときに使えるやつかな。でも、音がね、怖いの。音が怖いの。あ、人気あるね。パソコンだ。あ、これあれだ。あの、パソコン。パソコンだね。調べるわね。見てる。ん？どこ？手前かな。前のここ、こっち。あ、あ、これだこれだ。ちょっと光ってくれるのありがたい。ありがたいね。物音がする。やだやだ。すぐ近くね。あー、攻撃しちゃった。怖い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 。隣にいるから大丈夫だよ。あー、怖い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 。あー、大丈夫だよ。あー、宝箱。宝箱だよ。物資量エリア、解除キー。おう、寝るようにな。こっちかな。大丈夫だよ。もう、やだ。なに？はい。なに？コウモリ足すハリネズミ足すクモみたいな。怖いよ。なにこれ？大丈夫だよ。え、キモインゴ。伊藤チュートリアルは。なんかやばそうね。やるわね。お、左で動けるね。うんうん。右でカメラも動くよ。3回攻撃。よし。はっ。はっ。はっ。お、見せろ。おい。お、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 ね。追撃。よき。うん。ね。おお。ここ読んでみました。すごいすごい。このゲームの特徴的な戦闘システム。うん、あ、これ前作でもあったやつ。お、すごい。あ、やめて。あ、やめて。あ、やめて。お、やるわ。弾けるから、うんうん。敵が直線上に並んでるところから攻撃する。ここか。そう。うんうん。いけるかな。ここっていいね。ちょっとずつ調節できるよ。そうね。飛行機はぐるぐるしない。全員行った。そう、そう、そう、無印ね。あー、やるわね。え、これ一気に行けると思う？いけると思う。あ、ほんとだほんとだ。そう、ちょっとずつ光ってる方は攻撃できる方だから調節すると。あ、そう、いけそう。よし、くらい。いい、ピッポン。おぉ、ゲームセンターみたいな感じ。消えて。お、勝った。さ
待ってて。おい。かわいい。すぐ。さこちゃんすごい多いね、やっぱり。ペソコもやってて、やっぱり操作も上手だね。で、バッカバッ、バッカバッカ、オラオラとくるでたくわ。やだ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 。さっきのメイド、家の中に包丁を持って徘徊しているなんて、はい、普通じゃない。今は考えるのはやめろ。重い話だ。辛いよ。すいません、お兄ちゃん。行くわ。大変だね、ちょっとダメだ。だいぶ重たいね。超道に迷った序盤から教えてくれてありがとう。大丈夫だよ、私も迷子になっちゃいそうだ。でも怖っ怖っ。なんかね、いちいちって言い方おかしいんだけどさ、その、うん、動画面でさ、ベタ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 ってやつとかさ、あの何音がね、めっちゃ怖い。普通にビビりまくる。怖いよね。あー、ということで私はここでリタイアします。そうなんだね。うん、じゃあ続きは私がプレイするみたいだから、じゃあヨハトちゃんと交代だね。はい、バトンタッチしまーす。はい、頑張りまーす。あー、いやなんかね、そう、イマジナリーちゃんはね、なんとヨハトよりもゲームが上手いらしい。あれ、先輩の立ち位置、あれって感じなんですけど、じゃあ実際もね、楽しみにしててほしいなと思いまーす。はい、